自分がこうなんかこう低く位置しちゃうから、うん、それをあえて言わないのか。いやでもすごいとは思ってますよ。でもそれをできるだけ感じないようにしてるでしょ、自分の中で。感じないようにっていうか、まあでもなんていうんですかね、自分が一番でずっといる環境は好きではないんですよ、うん、まあ、日本の時もそうでしたけど、このまま最後あと、まあ、僕がアメリカに行ったのが28歳ぐらいなので、うん、ここから10年このまま毎年このリズムを繰り返すのかと思ったら、僕って多分頑張れないなと思ったんですよ。毎年同じ相手とか、うん、同じチームにずっと投げていって、おそらく成績もある程度、まあ、10何勝2点台とかを続けられたと思うので、多分僕の中で成長が止まってしまうというか、うん、ずっとそれをなんか居心地よくというか、まあ、刺激が欲しいんだよね、はい、なので、まあ、刺激が欲しいっていうのと、まあ、すごいって認める認めないっていうよりも、なんかそのそういう中で自分がこう勝っていきたいみたいな。もちろん相手はすごいんですけど、じゃあどうやったらこいつらに勝てるのかなっていうか、あのすごいっていうのを認めて負けを認めるんではなくて、すごいのとも認めつつどうやって勝っていこうかっていうところは考えます。でもメジャーに行って、まあ、日本ではもう無双状態だったわけじゃない。無双までは行ってないですけど、いやでも、はい、ある程度やっぱ前、はい、前って言ったら日本のエースっていうふうに言われる時があって、はい、で行ってこのままじゃダメだって思う部分と、はい、これは成功するっていう部分ってあったと思うんだけど、はい、足りなかった部分っていうのは何だった、まあ、でも圧倒的にスピードは足りなかったですね。あのノーヒットノーランやった時いやいや、まあ、今でも同じスピードなんですけど、やっぱりもうちょっとスピード欲しかったなっていうのはやっぱありましたね。僕も91マイルとか92マイルで、まあ、150ちょっとなんですけど、100マイル投げるピッチャーがたくさんいて、球場にスピードが出るんですけど、あれが出るのが恥ずかしいぐらいのスピードだったんです、僕は。それだけ出してんのに、みんなもっと速いんですよ。やっぱ95マイルとか155キロ近くは基本的にはみんな投げるので、うん、スピード遅いなみたいな。日本だと速い方だったんですけど、やっぱりメジャーで投げてると自分ってこんなに球遅かったんだっていうか、恥ずかしくなるぐらい遅いなと思って、ああそう、だからもうちょっとスピード、はい、でもさ欲しいなと思いますけど。でも人にはないいろんなボールを球種を器用に投げ分けるじゃない、はい、でそことはバランスよく投げたら全然抑えられるんじゃないの。そうですね、まあ、今となってはその他の変化球とかバランスよく投げるっていうのももちろん僕の長所だったりとか、まあ、特徴でもあると思うんですけども、やっぱりスピードがあればもっとこう楽にというか一段階上なピッチャーになれたなっていうところはあったので、うん、まあ、今でもなのでスピードはずっと追い求めてます。ここからでもまだ速くなりたいと思ってます。でもそれはどういうトレーニングをするの。ピッチングフォームとかもちろんスピードがやっぱり出るようなメカニズムを追い求めますけど、うん、まあ、あとは体ですね。ウェイトしてでかくして強くして速くする、うん、昔はさ、はい、変な話でウェイトしちゃ変な筋肉がついたりとかあるじゃない、はい、言われた。言われてました。僕もそう思ってました、うん、でも若い頃は。ああだからウエイトをやっとけばよかったっていう話、はい、冒頭の話で、ね、はい、あったけども、それに自分が気がついたの、それとも誰かにアドバイスもらったの、はい、ダルビッシュさんとかがやってるっていうのも聞きつつ、あとトレーナーさんとか、まあ、いろんな人の話を聞いて自分が間違ってるなって気づきましたし、まあ、でもそうやって言う人もいたじゃないですか、トレーナーさん以外にやっぱ筋肉つけるとっていう、あと特に僕って柔らかいタイプだったので、その肩の柔軟性とかがあって、だから可動域が広すぎるっていう、まあ、可動域が広いのでそれをできるだけなくさないようにっていうのをずっと言われてたので、まあ、じゃあウエイトトレーニングしない方がいいんだっていうのと、うん、あとは体が細いとか体重軽かったですけどスピードは人より出てたというか、高校生の頃も150キロ近く投げられてましたし、うん、なので、あ、じゃあウエイトしなくていいんだってこうマインドにやっぱどうしてもなってしまってたというか、うん、間違えてた部分はありましたね、自分の考えで。やっぱこう高校時代、はい、プロ入った時代と投げ方が今全然変わってきてるよね、はいはい、ショートアームにやっぱり してきてるの。僕はショートアームはしてないです。しないの、はい、あれはなんかもちろん人それぞれの体の使い方と投げ方があるので、どっちかというと腕がこう遅れたりとかトップがこう遅れ気味の人とかがショートアームにすると合いやすいんですけど、僕はそういうタイプではないので、うん、ショートアームじゃなくていいっていうふうには向こうの人でも言われてますし、うん、逆に合わないんじゃないかな。なるほど、ね、はい、でもメジャー行くとさ、ダルビッシュがいたりとか、はい、大谷翔平が今ね、はい、大活躍してるけども、はい、メジャー側から見るとこの2人っていうのはどういうふうに評価されてるの、はい、まあ、ダルビッシュさんはもうその、なんていうんですかね、
やってきたものというか、まあ、日本でのもそうですけど、やっぱりメジャーでやってきた実績だったりとか、うん、持ってる技術とか、日本でもそうですけど、いろいろね、アメリカでもこの技術とか、ダルビッシュさんの持ってる球種の多さとか、うん、まあ、そういうものをやっぱりリスペクトしてる選手もたくさんいますし、ピッチャーもやっぱりダルビッシュさんのこの技術だったりとか、ピッチング内容とか、そういうものをこうみんなリスペクトしてるので、うん、日本の選手と一緒じゃないですか、日本の若い選手がダルビッシュさんを思うような感じで、うん、アメリカの若い選手もダルビッシュすごいみたいな感じで、はい、思ってますし、まあ、翔平に関してもそうですね、その別に日本人だからすごいとかではなくて、うん、もうメジャーの中ですごい、別にその人種とか関係なく、うん、彼はもう特別な存在、うん、まあ、二刀流って日本もそうですけど、アメリカでもいなかったので、うん、まあ、よくベーブ・ルース選手とこう比較されてますけど、うん、もうそこを、ね、超えるような成績を残してますし、うん、なんか誰もこう例えられないようなというか、初めての選手なので、うん、いろいろこう、なんていうんですかね、数値みたいなものも出ますけど、一、うん、人だけなんか飛び抜けていた、まあ、勝利貢献度とかも出るじゃないですか、うん、普通だったらピッチャーでの貢献度、バッターの貢献度、どっちかしかないんですけど、うん、彼って2つ合わさっての貢献度なので、うん、飛び抜けて高いんですよ、まあ、その勝利貢献度みたいなものも、うん、はい、もうすごいです。でも同じ、いや、こっち側からするとさ、はい、同じ日本人としたら、はい、やっぱ誇れる。そうですね、やっぱり、まあ、彼の存在っていうのはすごく日本人にとっても大きいと思いますし、うん、なんていうんですかね、日本人ができなかったことみたいなものを次々にこう突破していってくれているので、うん、やっぱり日本人はホームランを取れないっていうのを彼が取ってくれたわけで、うん、そうい う, こう見方っていうのもなくなると思いますし、やっぱり日本人ってその球速よりもコントロール、変化球で抑えていく、そうじゃなくて100マイルでこう抑えられるっていうのも証明してる、まあ、ダルビッシュさんもそうなんですけども、こういろんな方が証明していくことによって、そういうなんか変なレッテルみたいな貼られてる部分っていうのは、日本人のこうイメージみたいなのも変えられていると、変えてくれてるんじゃないかなと思います。なるほど、ね、はい、今年の春にさ、ダルビッシュが出てくれて、はい、まあ、いろんな話をしてくれたんだけどさ、はい、やっぱ彼の人間性っていうのはすごく変わったし、うん、素敵な人になったなと思うけど、メジャーってそういうことができる環境なのかね、はい、俺も最初こうね、はい、あ、こんにちはって言った時に、まさかお土産もらうなんて思ってなかったし、それはでも日本人のあれじゃないですか、これはメジャー関係、いやだけど、はい、やっぱこう振る舞いというかさ、はい、なんかすごく素敵になって帰ってきたなって久しぶりに会ったけども、やっぱこう人間性も育つという、はい、そういう環境にあんのかな。でもさっきカッコつけてるって言われましたけど、江藤さんには、いやそれはもう普通の、はい、なんですかね、日本みたいにやっぱ年齢とか気にしないんで、うん、日本ってやっぱ年齢上の人にはこうとかあるじゃないですか、うん、アメリカはやっぱり年齢とか関係ないし、うん、どっちかというとメジャーの年数なんですよね、うん、何年やったかっていうのでリスペクトがやっぱ変わるので、うん、まあ、そういうところのリスペクトはもちろんあるんですけど、うん、全員に対してフランクというか、うん、まあ、監督とかコーチにも普通に話せますし、うん、日常会話したりとか、うん、それに監督の方ポンポンと叩けたりもするし、うん、そういうところでどんどんトゲみたいな、あの角みたいなのが取れていくんですかね。やっぱり人として、はい、これは年齢がなせる技とかでも全然なくて、はいはい、やっぱり人としてやっぱメジャー行って変わった、はい、変わりましたね。なんか世界広いなって思いました。そのやっぱり日本にいたりとか、まあもちろんカープにいた時って僕はカープの人しか知らないし、うん、日本人しか知らないわけじゃないですか、うん、日本人ってこう考えだよねっていうのしか知らない世界で生きてきたので、うん、でもメジャーに行くといろんな環境で育ってきた選手がいたりとか、うん、まあ、いろんな性格の選手がいたり、うん、いろんな考えとかいろんな環境の選手がいたりとか、うん、やっぱり亡命してきた選手もいますし、うん、ハングリー精神を持ったこうすごいね、苦労した選手もいるし、うん、なんかそういう人たちと一つのチームで戦っていると、うん、いろんなこう考えも知れるし、うん、いろんな文化も知れるし、うん、っていうのでなんか人としてというか考え方というか僕の中では世界みたいなものがすごく広かった、うん、まあ、ところはあります。そういうことを受け入れないとやってられないっていうことがあるんだよね、はい、そうですね、そういうのも受け入れますし、僕も受け入れてもらう、日本人ってこうだよっていうのも受け入れてもらわないといけないので、うん、まあ、そういうところでだから僕も考えも広がる、日本だと許せないことが、うん、やっぱり向こうだとなんか許さないといけないというか、別に誰も気にしてないこともあったりするわけじゃないですか、だから気にしなくなったりとか、目が変わったの、目がすごく優しい目になってるというか、あ、でも優しくというか、なんかそうですね、そういう変な尖りみたいなのがなくなったと思います、うん、まあでも本当に向こうに行った時に言葉も通じなかったりとか、うん、やっぱりコミュニケーションなかなか取るのが難しかったりとか、うん、本当にでも優しくすごい迎え入れてもらったというか、うん、いろんな選手がこう優しく話しかけてくれたりとか、うん、やっぱり日本語頑張って覚えてくれようとしてくれたりとか、うん、
あの日本にいる時と逆ですね、僕が助っ人外国人みたいな選手で の、うん、あの立場だったので、そういう意味ではみんなにこう優しくしてもらったりとかね、うん、助けてもらえたっていうのもあるので、うん、そういうところでちょっとずつなんていうんですかね、人として成長できている部分はあると思います、うん、はい、まあいろいろね、向こうの生活をちょっと聞きたいんだけどさ、はい、どんな生活してんの？いや、一室ですよ、もう球場行って帰ってくるだけ。嘘をつけ嘘をつけ